ペインスーパーカップセカンドレグ、この時間は川崎対神戸、こちらの一戦をお届けいたします。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日433のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが当たれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、うん、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、今ファーストハーフキックオフになりました。スペインスーパーカップセカンドレグ、川崎対神戸、神戸ファーストレグをホームで勝利しています。ジョアン・シュミッチ、山村からアーチのようなパス、コーナーキックです。そうですね、コーナーが続いています。ジョアン・シュミッチから山村、一旦間合いを取る、枚数いる、中につなぎたい、プレスからボールがこぼれる、前線へ大きなフィードです。山口から大迫、プレッシャー、川崎、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な選手になりますよね。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。まあ、攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、大崎から長いボール縦へ、ギルキ、大迫に渡る、いいプレッシャー、あー、これファール、取らないですか、レフェリー、ボールの奪い合い激しいものがあります。大迫か、ギルキ、イニエスタ、裏のスペースを狙う、抜けてくる、谷口、長いボールを送ります。山村へ、山村からこのフィードパス、オフサイドか、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。谷口、チャナティップへ、上り里、もう一つ前に行きたい、イニエスタ対応します。
仕掛けるか、裏へのスルーパス、シュート、どうだこのシュート、こぼれた、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。前半0対0、神戸前の対戦で勝利していますので、まだトータルでは優位の状態をキープしています。まあ今のままでもいいんですけど、この試合も勝ちを拾っていければチームとしてはベストですよね。45分後栄光を手にしているのはどちらか、現時点では神の溝を知るという結果になっています。スペインスーパーカップセカンドレグ、川崎対神戸、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあ後半、前半では得点シーンが見られませんでした。イニエスタ、大迫、スルーパスを狙う、上がってきますね、スクイボール、シュート、グランダーのクロス、ジャストで合わせてきました。クロスのね、パススキルなんか最高だったんですけどもね。縦へのアーチ、ロングボールを縦に送る、プレッシャー、おっとルーズボール、このボールに触ります、チャナティップ、縦へのボール、今の形すごく良かったんですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。通るのかこのパス、さあ抜けた、大迫通された、マスモートのクロス、後半に入ってゲームが動きます。いやー、ドンピシャのタイミングでスペースを生かしましたね。いや、もらい方良かったですよね。そしたら相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。川崎、ここでベンチが動きます。この重要な試合でまず一歩をリードしています。上り坂からサーテのボール、裏へ届くか、ボーケ、神戸交代枠を2つ残しています。谷口、裏へのスルーパス、いやー、もうギリギリのクリアって感じですよね。川崎、立て続けに選手を入れ替えてきます。
神戸、堅いディフェンス、クロスを上げる、前川しっかりと抑えました。スルーパスを出す、これはどうだ、シュート、決まった、追加点。ダメ押しゴールとなるのか。武藤、キーパーとの駆け引き、見事勝利し得た1点です。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んだ1点ですよね。武藤、今日2点目のゴールです。川崎、これで交代枠をすべて使い切りました。スリーゴールリード、谷口、大きく縦へ、スペースを狙う、長いボール縦へ、大迫、裏を狙っていきます、抜けてくる、武藤に渡る、ここで期待した位置、シュート、いやー惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。川崎、ドン、ここで笛です。スーパーカップ優勝のシーン、歓喜の瞬間です。まあ北澤さん、公式タイトルシーズンこういう風に始められるのは選手の皆さん、監督スタッフの皆さん、これ嬉しいでしょうね。そうですね、シーズンにいい形で入れるっていう、まあ、自信にはつながりますよね、はい、あとは準備してきたことが、まあ、うまく進んでいくんじゃないかっていうね、やっぱり自分たちの中でもこう期待というものは持てるのかなと思いますけどね、はい、まさにここで、どういうキャンプを張ってきたのか、どういう戦術を監督が浸透させようとしているのかということが、まあ、少しずつ選手の間にもこれは体感できたと見ていいんでしょうかね。そうですね、まあ、どれだけ自分たちがいい準備ができたのか、うん、まあ、いいシーズンを入れるのかというところは大事になりますよね、はい、特にこうフィジカルコンディションとかっていうのは、まあ、大事になりますし、あとはコンビネーションとかですよね、はい、しかしこれは新シーズン始めるにあたり嬉しい勝利の瞬間です。